がとうございました。小松亮太さん、そしてザ・タンギスの皆さんの演奏で光るべきものを聞いていただきました。さあ皆さんこんにちは、公演通りで会いましょう。司会の小田切千です。今週1週間ですね、さまざまなゲストを迎えして、そして小松亮太さんとともにタンゴの魅力に迫る1週間ですけれども、今日はですねプロレスラーの方をご紹介します。ザ・グレート・サスケさん。で普段ですねリングに上がるときにテーマ曲が流れます。このテーマ曲、今日は小松亮太さんがアレンジしてお送りします。そのメロディーに乗ってご登場していただきましょう。よろしいでしょうか。はい、それではザ・グレート・サスケさんです。どうぞ。スイッソいや、改めてご紹介しましょう。グレートサスケさんです。どうも。いやもう素晴らしいアレンジ。ね、いやもう私のテーマ曲をこんなもう単語チックにアレンジしていただいて、もうねこっそり録音して、もう明日からまた授業始まるんですけども、こっそり持っていこうかなと思いましたけどもね。いやぜひこれ使ってくださいよ。使いたいですね。いや本当に、いや演奏しに行きたいです本当に。いやいや、またいや本当です、本当に。じゃあ毎日連れてきますよっていう感じで時々、はい、いや本当にね、もう小松さんはねプロレスが大好きで、もうサスケさんに対する思いもいろいろあるんですよね、はい、もう本当にもう金がね尊敬しております、はい。今日はねもう自ら道を切り開く、もう二人にぴったりのテーマでね今日は会話をしていただきますけども、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではちょっと座ってね、せっかくですから、はい、はい、お話をお伺いしましょう。会場騒然、はい何が起きたんだという雰囲気でしたけれどもね。さあこのサスケさんなんですけれども、今全国にプロレス団体っていうのが30以上あるんですね。たくさんあるんですけども、なんとですね、サスケさんはそのプロレス団体ほとんどこう東京で活動されている。そうですね、ほとんどが、まあ、1年かけて全国一周するようなスタイルでしょうけどもね。その中でサスケさんは東北で基盤を置いてプロレスをしようと、いわゆる全国で初めてのローカルプロレス団体をお作りになった、はい、そうです。これがね1993年のことになるんですけども、若干23歳という若さでお作りになった、はい、いやもう会社を作るというだけですごいことですよね。そうですよね、大変なことですね。それを23歳で成し遂げたということでね、そのプロレスの様子をねちょっとご覧いただきましょう。 VTR です、どうぞ。毎日ああいうことをやってて死なないっていうだけで、ね、本当にね、飛んだり跳ねたり、まあそれ当然なんでしょうけれどもいやこれはこれね、実は試合後、ね、なんですね、リングの撤収作業なんですね。あで一番疲れてる頃にこう雑用しなきゃいけないっていうのがあるんですね。そうなんですね、試合だけじゃないぞという、皆さん自分たちでこうやって片付けるんですか、はい。福島県元宮市、まあ、決して、まあ、メジャーな町ではない。そうですね、市町村の中でもあえて町村を選んでね、はい、特にやってるんですよね。まあ、その方がお客さんに深く広まる。そうですね、ですか、うん、やはりもっともっとお客さんと触れ合いたいというところと、はいはい、それからやっぱり特に第一次産業にね従事している方々にもっともっと見てもらいたいという。あ、なるほど、うん。でも福島県も東北全県ですか、うん、仙台から青森の方、はい、はい、ビニールシートで ね座ってこうやって見るんですね。もう本当に気楽に見ていただきたいというねことで、椅子をあえて並ばせずにという。いや僕これがすごいと思うんですよ、こんな有名なスター選手たちがね、本当に体育館のロビーでこうやって、ほら新崎人生選手とかね、もう本当にグッズ売り場に並んでも気軽に握手してくれるという、漏れなくサインも差し上げますよという感じですね。東京ですとなんか恐れ多くて近寄れないっていう部分もありますよね。
距離感が非常に短い。そうですね、いや短いっていうか同じとこにいますね、これは。こういう面白いキャラクターのレスラーがいるんですね。米池の長坪源氏子供を追っかけましたね。坪源氏さんというプロレスラー。はい、そうですね。またちょっとマッチョな感じの方ですね。その通り、名前がマッチョパンプというレスラーなんですけどもう個性派揃いでですね、結構若い女性のお客様も多いんですよ。あ、そうですか。場所によってはもう4割若い女性で占めることもありますし。いや、もう今若い女性の方がなんかお金も時間も持ってるんで。なるほど。すごくこういうことにお金をつぎ込んでくれるんですよね。うわ、すごい。今お客さんのカメラ奪い取りましたね、今。あ、それで撮って、そして返す。いや、今殴るのかと思いましたけどちゃんと返してくれたという。ちょっと優しい一面もありつつ。あ、盛り上がった。こうね、レスラーと触れ合える距離というのが我々の売りですね。そしてこの華麗な空中殺法もあり、すごいのはこのリングのすぐ下にね、はいはい、選手用のマットがないんですよ。ないんです。いきなり板なんですよ。なるほど。これは失敗したら落ちた時にどうなんでしょう、はい、これ落ちたらもう大怪我しちゃいますけども。落ちないという、まあたまに怪我するんですねそうです。それでもやっぱり少しでも迫力を味わってもらいたいという。テレビで見るより面白かったです。迫力ありました。一番近くで見れるんで楽しかったです。やっぱサスケさん頑張ってくれないと強いサスケさんが ね、そうですよね、見たいですよ、うん、できればミチプロに入りたいです。よろしくお願いします。うちの息子が大好きなので頑張ってください。もうできればね、はい、プロレスに入りたいっていうお子さんもいらっしゃって、うん、いや嬉しいですね。本当にね、ファンの中からね新しいレスラーって出ていくんですよね、うん、もう好きでしょうがなくて体を鍛えてだんだんっていう、まあ、音楽と同じなんですけどね、うん、やっぱり人がやってるとこを実際見てという、親が、ね、無理やりやらせるとかそういう世界ではないですからね。小松さんはプロレスの方には行かなかったんですね。いや、いや行けるわけないじゃないですかでもね、僕ねプロレスに一日入門した夢を見たことがあって。あ、夢で。いや、だからなんいや、そんで厳しく鍛えられてなんかすごいおっかない思いをするっていうような夢をね一回見たことがあるんですけどね。本当夢でちょっと想像しただけでもなんか辛いというか、なんか苦しいのが当たり前っていうか、だからちょっと音楽っていうのはね、まあそれは練習の辛さとかまああるとしてもね、例えば先輩にねこうしごかれるとかの、うん、まあ、肉体的にこうやられるってことはないわけですよ。だからその辺がまあちょっとある意味ちょっと甘い世界にいるかななんて思ったりする。いやでも音楽の世界だって厳しいんじゃないですか、師匠の方 ね。いやでもね、なんかいや結局ねその、うん、例えばあの、まあ、プロレスなんかだとねこう失敗した時にまず怪我する危険性、うん、それからあのお客さんに、まあ 道のくの、ね、お客さんはあんまりそうでもないんですけど、東京のお客さんとかだと厳しいというか、はっきり言って中にはね僕も会場に見に行って、うん、ちょっとお金払って来てるお客さんだからって言ってそういうこと言っていいのかっていうような下品なヤジが飛ぶこともはっきり言ってありましたよね。だからそういうことにその耐える強靭な精神力とね、しかも本当に体が強くなきゃいけない、うん、でまあサスケさんを見てて僕が一番、まあ、今回お呼びしたあれなんですけどね、結局そのレスラーであると練習しなきゃいけない、怪我に気をつけなきゃいけない、でそれで社長、まあ今ネクタイ締めてらっしゃいますけど、ね、あの社長というその一つの会社の社長さんです。もう社会人としてきちんとやっていかなきゃいけないという、もうあのこれね、どんな生活してらっしゃるんだろうかと、もう1日何時間寝るのかなっていう。だご自身の活動プラスそういう運営、会社の経営の方向ももうやらないといけないという感じですよね。運営っていうのはね、うん、本当にただ単にこのあの宣伝するとかそういうことじゃなくて、まあ、僕も経験ありますけど自分のバンドを率いてるとね、うん、結局その、まあ、楽譜を書いたり練習したりのはするのは当たり前だとして、例えばみんなで、大阪に行こうということになると新幹線のチケットの手配からですね、うん、次の練習場 の、その、予約だとかお金の払い込みとか、僕いまだに半分くらいそれいまだにやってるんですけど、うん、あのやんなきゃいけないわけですよ。だからそういうこととこうやって肉体を鍛えてね厳しいことをやってるっていうことを両立させてるっていうのが僕は信じられないです、ね、それをやりながらね、しかもなんでね東北でみんな東京でねプロレス団体集まってるのに、うん、なんで東北でやろうとしたのか、うん、まあ一言で言えば
そうですね、私もだからデビューした時は東京だったわけですよ、で延べまあ5年間ぐらい東京でプロレスやってて、でなんか地方の方が面白いんじゃないかって思えてきたんですよ。それどういうところ？逆に言えばもう東京がつまんなくなったみたいな。まあ何でもありすぎるというか。そうですね、で、まあ、地元が東北っていうのももちろんあるんですけども、まあ、地元を盛り上げたいのはもちろんですが、何かこう娯楽の少ないところで、ですからさっきも町でやってたんですけどもね、町や村にあえて飛び込んでいってもうプロレスで嵐を巻き起こしたいみたいな、でそういうものに触れ合う機会がない人たちをどんどん気軽に足を運んでもらって、もう楽しんでもらいたい、純粋にそれだけですよね。だけど普通そう思うとね、例えば、まあ、手っ取り早いのはテレビに出てテレビで試合をたくさんするのが一番、まあ、手っ取り早いんですね。まあ、テレビつければもうサスケさんがいるわけだから。そうですね、だからそうじゃなくて本当に生でいきなり見せようっていう、お客さんを来させるって大変な作業があるわけですよ、チケットをさばかなきゃいけないとかね、そういうことを ああいうところに飛び込んでいくっていうのが、さ口でね言ってるとね、まあ、非常にうまくねスーッとやってるように見えるかもしれないですけど、これ音楽やってても、まあ、ライブでもそうなんですけどね、僕も他の単語バンドのコンサートとかに行って会場の前でこうチラシを自分で作って配って歩いたこととかありますけど、2000枚配ってライブに来てくれるお客さんって本当1人ですよ。2000枚配って1人なんです、でそういうことをね、テレビに出ようとかそういうことよりも実際にもう先に体育館でやっちゃうっていう方を選ぶっていうのが、どんなにまあ辛さが本当はあるかっていうことですね。助けの明るい方だからあんまり辛いとかおっしゃらないけど、同じ苦労されてますよね。本当に本当小松さんおっしゃる通りなんですよ、でもそれでもやっぱり生で見てもらいたい、この一心ですよね。いやそのためにね、もう本当に、ね、興行する時 そのキャッチフレーズをね、ご自身でお考えになってやってらっしゃるこういうキャッチフレーズをねつけてやってらっしゃるんですよ。グレートサスケはいかがでしょうチャグチャグルチャッコ、すごいな。これご自身で考えて。そうですね、いろいろなイベント名を考えて、とにかくちょっとクスッとこう笑ってもらいたいんですよ。そうすることによって、あ、プロレスって怖いんじゃないんだと、あ、なんか面白そうじゃない、じゃあちょっとみんなで見に行ってみようかというような、もう本当どん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 敷居を低くして、もう間口を広げてどんどん来てくださいというノリなんですよね。要するに詳しい人しか分かんないとかそういうんじゃなくて、それじゃダメだと。はい、でさっき の試合会場の VTR でもあったんですけどもね、やっぱりちびっ子たちがリングサイドを走り回って、でなおかつ、ね、おじいちゃんおばあちゃんの世代もいるという、確かになんかプロレスだけじゃない何かが、ね、あの場にこう、あるような気がしますよね。いや僕はもう本当文化授業に見えました、あれは本当にもう音楽とかスポーツってもう本当に立派なもんですよね。その立ち上げで、これはもう小松さんもねやっぱりご経験あると思うんですけど、さっきもねおっしゃってたように、本当にねご苦労があったと思うんですよね。そう、まあ、好きだからやれたっていうのはありましたけど、いやでもご苦労というか、実際一番辛かったのは時間がなさすぎて1日1食しか食事ができないことがありました。もう本当に まず自分の練習しなきゃいけない、で電話ばかかってくる、ファックスが来る、でそれにいちいち対応する、で 外回りしなきゃいけないっていうのは、ね、1日で1回やっとご飯が食べられました。それで激痩せしてしまったりとかね。ところがサスケさんは痩せるわけいかないっていうそうですよね、体が資本ですから。私もね、大きな大会の 前なんかはそんな感じですよ。ああそうですか、あ、まあそうでしょうね、はい、だから5キロとか平気で痩せますからね。うわ、それでも試合しなきゃならないっていうボクサーですね、ほとんどね、だからやっぱりね、東北全くそのプロレスがないところ、かたや小松さんもね、日本ではほとんどやっぱりその単語 そのバンドネオンの音色っていうか ね、あんまりない中でやっぱりお二方もそれを根付かせようとしてる、まさに自分の道をねこう開こうとしてるっていう、はい、まあ、開かないともう食っていけないですよ実際に。あ、それはもう私も一緒ですよ生でライブでやらなきゃしょうがないというのは私なんですよね。もうやってないと生きていられない、ということですね。だからまあ夢を持ってね広めましょうとか、そういうちょっと綺麗事と違う部分が出てきちゃうんですけどね、やってると、やっぱりそこでやり続けるっていうことが。そうです、継続、まあ、何年できるかですね、最初はまあ爆発力でいけるかもしれないけど、だんだんもう精神のスタミナがだんだんこう下がってくるのが怖いですね。サスケさんもね、10年、20年、30年、40年こう根付かせようとされてますもんね、そのつもりでいますから。いやもう頑張っていただきたいです、いやなんか共通点見出したような気がしましたなんか今のね、いや本当にね、そういう挑戦をねこうし続ける、でまさにそのね、小松さんがその挑戦を始めて、その時にこう
実にこう単語の、ね、メロディーを頑張って弾いてた、はい、激痩せした頃の2曲ね続けて今度お聴きいただきますけれども、はい、じゃあ、まあそうですね、まあ、思い出の曲です。まあ「住む」という曲、まあこれはもうメロディーがどうとかじゃなくてもういきなりもう単語っぽいってこういうことだよっていう感じの曲ですから、そうですか、ぜひお願いします。どうですか単語のメロディーって、うん、はい、ご自身ではあんまりこう聞いたことがない。いやでもね、修行がほらメキシコで修行してましたんで昔、あそう一時期ねメキシコにいらっしゃったんですよね、はい、ですから中南米の音楽聴くと単語のようなものもしっくりきますよ。ぜひじゃああの頃をちょっと思い出しながら聞いていただきたいと思います、はい、さあそれでは2曲続けてお聴きいただきます。住む、そして茶色と水色、どうぞ。Thank you.
タンゴの中のタンゴっていうような、はい、あのタンゴの中、まあ、とも言えるし、実は、まあ、従来のですね、まあ、あの日本に昔実はタンゴブームってあったんですよね、うん、あの、まあ、昭和30年代ぐらいまであのタンゴブームっていうのがあって、その時あの聞いていただいたような曲とは今日はちょっと違うレパートリーを持ってきたんですけど、うん、特徴があるのはこのギターなんですよ。エレキギター、木戸さんが弾いてる、はい、でこれがですね、その出てくると割と日本 の, そのオールドなタンゴファンの方はね、その昔エレキギター持ってる時は不良とか言われたそういう時代を思い出してしまうらしくて、かなり抵抗があったらしいんですね。で、まあ、結局だからあのもうタンゴをすでに知ってるあの割と年配の方の前でこういう今みたいな演奏すると、5年前6年前まではですね、あの何これみたいな感じで、まあ、ちょっとなんか一番最前列のお客さんがなんか急にムッとした顔した人とか怖い目に遭いまして、でまああのっていう、まあもちろん好きな方もいたんだけども、でまあこれはどっちかっていうとやっぱりあのタンゴのことをもともと知らない人にアピールした方がいいなと。だからまあ佐々木さんがその東北の方であのプロレス知らない人にむしろアピールした方がいいっていうのと同じで、むしろタンゴに予備知識があったりとかそういうことではない人にいきなり聞かせる方がいいやっていう考えに変わっちゃってっていうことがあったんですよね。実際聞いてみていかがでした？いやもう魂の演奏ですよねでもね、本当バンドの皆さんとの一体感も素晴らしいし、でもやっぱりエレキギターのもう最後のかき鳴らしの ね, そうですね部分がもう衝撃的 で, そうなんです、逆に新鮮ですよね。そうなんです。だからまああのいつも新しいものを、ね、やってるようになんかこう、うん、見られてしまうんですけど、うん、実はこれ今やった曲もね、うん、本当にあの40年ぐらい前の曲なんですよね。もう40年前にアルゼンチンでこういうことをやってた人がいたんですよ、うん、ところが、まあ、あのそれが認められなくて、うん、で、まあ、かなり長いブランクがあって今日本でちょっとこういうことが復活しようとしてるっていうところなんですけど、うん、まあ、今ね演奏していただいた
中にもですね、実はね、小松さんがお育てになった方もいらっしゃるということで、まあ育てたっていうか、いや、まあね、いや、そんなに育ててないんだけどこんなに上手くなっちゃったのかっていうぐらいなんですけど、北村君っていうね、隣のバンドネオンがいましたけど、結局僕がテレビにちょっと出てね、バンドネオンってこんな楽器ですよって宣伝してると、実際バンドネオン奏者になりたいですって言ってきた人が、今僕のところにプロを目指してる人が6人ぐらい来てるんですね、今。ちょっと写真の方を、はいはい、で今まではですね、そのバンドネオンが3人4人必要な曲っていうのが、もう20年以上にわたって演奏できなかったんですよ。でそれがこうやって演奏できるようになってきたというね。だからなんか最初はなんか僕がそのバンドネオン奏者育てようとかね、増やそうとかね、単語バンドたくさん作りましょうみたいなことを言ってたのが、そんなバカなみたいな、もううまくいかないよみたいなことをもうはっきり言って結構言われたんですけど、全然そんなことないじゃないかっていう、もう今もうはっきり言ってちょっとざまめろっていうぐらいの気持ちでいるんですけど、だから先ほどそのサスケさんがおっしゃってね、いきなり生で聴かせてみようっていうのは、見せてみようっていうのは、本当にこういうことにいつかつながるんでしょうね。そのサスケさんもやっぱり若手を指導されて、はい、そうですね、その写真もちょっとご用意しておりますんで、ちょっとご覧いただきましょう。まあ、やっぱりね、プロレスも踏みつけてる踏みつけてるプロレスもやっぱりほら、一人ではできない競技ですからね、相手があってこそだし、あるいはプロレス特有のタッグマッチというのがあって、2対2だったり3対3だったりっていう、パートナーも必要だし、だから絶対に後継者必要ですよね。そうですね、後継者、あと同業者、はい、はっきり言って商売敵、あとこれ変な話なんですけどね、いやおなしにですね、自分と全然違う考え、はっきり言って反対意見を持ってる人ですね、反対意見を持ってるんだけども高い技術を持ってる人とか、そういう人って僕必要だと思うんですよね。やっぱりみんなが同じに意見で同じ方向に行ってしまうと、絶対つまらなくなるっていう部分は僕は感じちゃうんですよね。多分ライバルでしょうね、それはね、ライバルであったり自分を追い詰めてくれる人を欲しいんじゃないでしょうか、ね、そうですね、私もそうですもんね、そうすることによって自分自身が高まっていくという、人間ってどうしてもただ自分一人で努力、普通に努力するっていうだけでは頑張ってられない部分っていうのがあって、やっぱりもうあの人倒そうとかね、レスラーだったらあの人が倒せるまで練習しようとか、そういう一つの目標がないとね、なんか自分がどうしていいか分かんないというか、ただ頑張ってるだけだとどうしてダメなのかなとか、問題提起もまだできないしっていう部分ですよね。やっぱりライバルを育てることによって自分も高められるっていうのが、ある種後進の指導の意味みたいなところあるんですかね。ですね。いやでもサスケさんなんか特にやっぱり自信も終わりなんだと思いますよ。要するにライバルがいくら出てきたって自分は絶対やっていけるよっていう自信が、そういう違いもあると、きっと終わりだと思います。でもいつか自分をこう踏み台にして乗り越えていってほしいなとは思いますよね、最後はね。そうですね、じゃないと引退できないですから、いつまでだっても。そうですね、はい、いや引退しないでほしいんですけど。いや全然しないでほしいですね、はい、やっぱり道のくプロレスのある意味でもう代名詞ですからね、このマスクとこのスーツ姿というのは本当に素晴らしいと思います。さあ最後にまた2曲続けて小松さんに、演奏していただきますけれども、やっぱりね、挑戦をこうやっぱりし続ける、その気概というか、そうですね、それをまた表現するような、そうですね、今日は一番最後にあんまり従来の単語っぽくもないし、はっきり言って単語の中でもかなり変わった曲をやります。かなりある意味ではマニアックな曲なんですけど、ですからプロレスといってもアメリカスタイル、日本スタイル、メキシカンスタイル、いろいろあるとの同じように、こんなのもありますけどいかがでしょうという、こういう単語はいかがでしょうという感じで聞いてください。これまたちょっとね、単語違う一面が見えてくるかもしれませんけど、これはまたなんかもう興味そそられますね。そうですか、さあそれでは、番組の最後まで2曲続けてお聴きいただきます。タンゴロジー、そしてフーガヌエベ、2曲どうぞ。
ありがとうございました。どうぞ中央の方に。いやー、サスケさん今日いかがでしたか。いやもう感動しました。もう単語の世界に見せられましたよ今日は。素晴らしい。ありがとうございました。さあ今日の演奏はザ・タンギスの皆さんでした。そして今週1週間のゲスト、バンドの演奏者の小松亮太さん。本当は青コーナーと言ってご紹介したかったんですけども、プロレスラーのグレートサスケさんでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。